どうもジャミヤです。今日はですね、PC 版ぷよぷよテトリスのテトリス A 級リーグの試合が今日の朝10時に行われましたので、こちらの解説をやっていくと思います。じゃあ見ていきましょう。まあ、今のところね、5戦やってるんですけども、5戦全勝で、勝率も、俺がダントツだし、得失点差も自分がダントツなんでね、このまましっかり勝っていきたいところですね。さあ、相手パフェ済みでパフェ取られる。こちらもパフェ済みだったけど、相手の方が早かったかな。で、しっかり相手が BTB つけなのを見て、総裁外しましたね。ああいうとこ下手に総裁を当ててしまうと、穴バレになってしまうので、ね、しっかりとした総裁外し。さあ、そこに、おーっと、Z ミノがずれてしまった。Z ミノに2ライン消しすることができれば、まだね、直通が一応下にあったので、そこまでたどり着ければ、ワンチャンありそうだったけど、Z ミノがずれてしまって致命傷。さあ、相手も、ずいぶん変則的なパフェをよく開幕狙うんだよね、魚さんは。しかし、今回はパフェ取れなかった。さあ、穴バラマシマシなのに対して、こちら火力、テトリスから、さらにティスピンダブル。それに対して相手はエルミノ、アイミノ、で、テトリスからティスピンダブル打てるんで、まだ全然大丈夫そうですね。テトリス、ティスピンダブル。さあ、こちら Z ミノを大きくしてしまった。これ、若干痛いぞ。しっかりチーフピンダブルでリカバリーしながら掘っていきたいところだが、相手の穴が強い。テトリスからさらにテトリス送られる。危ない。チーフピンシングルなんとか操作やってて、ジェーミノの埋め、置く場所を考えてチーフピンシングルを、ああいうシングルの形にしましたね。さあエルミノで一回消してテトリス送られる。さあスライ依然と不利ですね。依然と不利だが、ここで相手が火力ちょっとあまりなさそうなんで大丈夫そう。さあ、ティスピンダブルで操作やって、相手、アイミノの置き水痛い。さあ、この、リカバリ結構時間かかるぞ。さあ、それに、ティスピンシングルからテトリスまとめ位置が下がっていきましたね。まあ、今のはどうだっただろうな。アイミノ、まあ、やっぱりソフトドロップしてると、ちょっと間に合わないんで、リカバリ的には、上方向でリカバリするしかなかったですかね、今のは。しかし、まあでも、それでもかなり難しいリカバリなんで、どちらかといえば、かなり難しかったと思います。さあ、そこに相手再びエスミノが今、回転じゃなくて、ソフトドロップしてティフィンダブル作ろうと思ってたんだけど、ちょっと一回分、横移動が入らずに、さらにここも痛いですね。アイミノが右側、一個右に置きたかったんだけど、ちょっと一マスずれてしまい、ティフィンを打てずに刺さっていく。この試合はどうだったかな。結構、魚さん側が、まあ、置きミス多発してたっていうのもあるけど、やっぱり、ティースピンダブルね、作った後に置きミスしてしまうと、かなり、痛いんですよね。ティースピンは、やっぱり、ティースピンでしか、もちろん当たり前だけど、ティースピン ティーミノでしか、ティースピンできることができないので、できることができない。やばいやばい、日本語が暴走してると。かなりね、リカバリ的に難しくなってしまうので、そこが致命傷になっている感じですね。さあ、もう一つ見ていきましょう。さあ、1セット目はストレートで取って、現状3タイトルですね。さあ、開幕 TSD。それに対して再び、結構変則的なパフェだが、これはパフェがない。さあ、穴はかなり直通でいってるので、魚さん側も問題なさそうだが、こちら T スピントリプルから、TSD タワーからさらにここ T スピンダブルになるんで強いですね。T スピンダブルで。ホリレーを見ていきたいところだが、エルミのアイミノまでか。アイミノまで、それに対して相手も地形的には結構余裕がありそうなんで、まだ大丈夫です。しかし、これ BTB 付きに対し、BTB 付きなしの攻撃を合わさせることに成功できたので、相手に穴バラが行く。さあ、穴バラ増し増しで、ね。しっかり、これは、こちらはね、穴バラ受けたくないんで、BTB 付きに対し、BTB 付きなしの攻撃は、総裁を外す構え。さあ、じりじり穴バラを送って有利になったかなと思いきや、まあもう全然問題なさそうですね、相手側も。さあ、テトリスで、相手がジェイミノから、アイミノと掘っていくが、若干これミノ噛み合ってなさそうだ。さあ、ダブルダガーが刺さっていく。うまくやれば、魚さんが掘れたかもしれないけども、ちょっとミノの金が噛み合わずに、うまく掘れなかった形ですかね。さあ、再び、パフェ取られる。再びというか、まあ、さっきはパフェなかったが、ちょっと変則的なパフェでパフェ取られて、さあ、ティミノ痛い。ちょっと、ずれてしまいましたね。ずれてしまって、ティミノ痛いが、しっかりとリカバリしていって、Z ミノ回転入れ、から、ジェイミノかな?ジェイミノは突っ込まないか。ジェイミノは突っ込まずに、エルミノから掘っていく。
さあ、あゆみのまで。さあ、それに対してこちらはどんどん火力を送って、ここら辺相手見ながらですね。相手見ながら積み込み。で、まあ大丈夫だろうと見て、テトリス2連発。まあこういうところはね、冷静ですね。しっかり、単発の攻撃で送るんじゃなくて、相手を見ながら冷静に積み込んで2発分送ると。その積み込んでる間に、相手がね、火力を作ってきたら、操作音を外せるので、ああいうのは結構盤石ですね。さあ、再びパフェが飛んでくる。で、こちら DT4 ですね。DT パフェの2回目の、2つ目のパターンのルートだったけども、ちょっと、火力が送られてる分パフェが取れなかった。さあ、穴場で結構来てるんで、しっかり掘っていきたいところ。Z ミノ、L ミノ、S ミノ、Z ミノ、T ミノまで。さあ、どうだこれ。しっかり一覧に操作外してテトリスを送る。しかし、相手 T ミノ、おっとそういう掘り根でしたか。T ミノ、L ミノ、Z ミノ、I ミノと掘るかと思いきや、別のルートにしていって、ちょっと間に合わずに刺さっていく。今のはどうだったかね。急いで、エルミノ立てて、T スピントリプルの構えを作って、まあ、T スピントリプルの構え作った後でも、T スピンダブルだけど、そこまで間に合えばまだワンチャンありそうだったけども、ちょっと迷ってしまった形ですかね、魚さん側が。やっぱりね、どんどん火力を送られてる時っていうのは、もう無理やりでも火力を送らない、火力でしっかり相殺していかないと、どんどんね、穴腹来たりして、自利品になってしまうのね。積極的なああいうのはもうゴリゴリに行った方がいいですね。さあ、現状は6対0か。純ちゃんって感じですね。もう一つ見ていきましょう。さあ、波に乗ってるアメミア。6-0 ですね。さあ、このチョバは DT4 じゃないかな。DT4 に対して相手もというか、いつも通りの、ちょっと、不思議な感じの、パフェの形。さあ、ジェイミノの置き見せしてしまったが、どうだ、しっかり埋めて、三雷消し、ジェミの三雷消しからアイミの三雷消し。まあ、これはまだいけそうです。結構下穴もいいので。さあ、テトリス送る。しかし、総裁外しの構え、ティースピンダブルから。さあ、相手ホリーダーが間に合うか。いやー、間に合わねえか。結構、まあ、穴的には悪くなかったので、ワンチャンありそうかと思ったけども、ちょっと、間に合いませんでしたね。こちらの火力はしっかり刺していく。さあ、こちらパフェ済みだったが、中開けテトリスに切り替えて、DSD、さらに、まあ、火力を送んなかったら、再び相手パフェ取れてましたね。しっかり火力を送ってパフェを阻止していく。さあ、テトリスこれ、操作やっててんの痛いと。穴バラになってしまう。さあ、ティスピンダブル。ティスピンダブルに対し、これ、危ねえ。あ、ここ今しっかり二段消して間に合わせたけども、結果的に相手から、再び火力が来てしまったんで、どちらにしろ穴割れになってしまう。さあ、これ現状不利だぞ。現状不利だが、しっかり掘りたいが、ちょっと見の迷ってる俺。ちょっと試行時間が長いとこれ厳しいですね。さあ、操作されて T スピントリプル。3、ジェミの3連携してなんとか耐える。しかしだいぶ不利。アイミの、T ミノまでかな。T ミノまで。さあ、相手が、ジェミのアイミノで。ちょっと不利かな。うん。さあ、強気な操作外しから、テトリス送られるが、まだなんとかこれは耐えれますね。さあ、T スピン、おっとそうだ、これ、思い出した。これね、今、一瞬 T ミノ、T スピンするときに、G 落下してたと思うけど、これ、一瞬コントローラーの接続切れたんだよね。それのせいで今、G 落下してしまった。まあ、引き続き、解説していきます。ちょっと焦りましたね、結構重要な場面だったのに。さあ、劣勢には変わりないぞ。J ミノ、L ミノ、アイミノ、S ミノ、L ミノまでか。それに対して相手は BTB 付きの火力がボン飛んでくる。T スピンダブル作って、しっかり総裁外しから、さあ、3列連っぽい形かな。T ミノ、アイミノ、Z ミノ、お、うまいですね。T、おー !T ミノ、L ミノ、J ミノ、アイミノぐらいまで掘り連ついたかなと言おうとしたところに、T ミノの回転が刺さらずじゃない、T ミノの回転が入らずに刺さっていく。いやー、結構ね、レンチックに構えて、掘り連のルートをしっかり見たのは上手かったんだけども、今のは魚さんが惜しいですね。非常に今でも、試合展開は良かったと思います。さあ、エルミノの秘密していたが、しっかり、リカバリしていき、それに対してこちらは、T スピンダブル連打の構え。おー、エンドウェッシュをどんどん、連続で送っていって、さあ、積み込みですね。積み込み体制、バボタイムバボタイムさあ、テトリスから、テトリス、さらに、ティスピンダーブルかな。ティスピンダーブル、さあ、間に合うか、これ。ジェミノを置いて、Z、おーっと、
大見のホールドで出してしまったか。どうだったかな、今のは。Z 見のを、左側に置いて、S 見のを右側に置いて、I 見の3ライン消しまで間に合えば、まだワンチャン掘れそうだったけど、どうだったんだ、今のは多分ホールド暴発ですかね。さすがに今の状況で、まあ、大見のを出す選択肢はないと思うんで、多分だけど、大見のというかホールドが暴発してしまって、大見のが出てしまったパターンですね。ああいうね、上部での判断というか、結構焦るんで、あ、結構ね、ああいう暴発ありがちなんだけどね。ああいうとこ冷静に、できるようになれば、かなり、まあ、ゴキブリ力、ゴキ力が増すと思うんでね。冷静さ重要です。さあ、もう一つ見ていきましょう。さあ、今のところは、9対0。全部ストレートで取っていく。純ちゃん、純ちゃんって感じですね。さあ、ノリに乗ってるぞ、アメミア。このまましっかり勝っていきたいところ。さあ、開幕 TC で、相手が、再び、まあ、ちょっと、変わった感じのパフェだったが、ティスピンダブルの方がもちろん理論上は早いので、しっかりパフェを阻止していく。さあ、どうするか。ちょっとジェイミノで、ダブルダガーっぽい形にしようと思ったけど、そうすると、後々の地形が悪くなることを察知して、切り替えていきましたね。さあ、ティミノまで、しっかりこういうティミノも、BTB つけることが重要ですね。ここら辺で BTB が継続されるので。ティースピンミニの場合って、その、レンが、繋がる、時だったら意味がないんだけど、ああいう風に、次に BTB 付きの火力を送りたい、まあ送るなって自分で思った場面の時は、しっかり BTB 付けるの重要です。レンの時にね、癖で T スピンっぽい形で T スピンミニしちゃうのは本当に意味がないんだけど、ああいうのは、T スピンミニをしっかり入れましょう。さあ、T スピンシングルで、これは現状有利だぞ。T スピンシングルから STS にしていった。さあ、STS にしたが、ちょっと S ミノの機密辛い。S ミノの機密が痛いですね。しっかり、テスミンダブルで操作当てる判断。から、しっかりこれ掘っていきたいが、大見ので2ライン消し、相手がでも結構地形乱れてそうですね。平積みしているが、若干デコボコな形になっているので、地形が乱れているが、まあもう問題ないか。もう問題なさそうですね。テトリスで、こちらテスミンシングルから、テトリスをしっかり操作当てていく。さあ、再び STSE。STSE で、できるだけ積んどいて、ティースピンダブルからティースピンダブル。さあ、ホリレンのルートを見に行くところで、ジェイミの、S ミの、アイミの、L ミの、ジェイミのまでかな。それに対して相手、これうまい。今のホリレンいいですね。しっかり、L ミのまでのホリレンのルート。さあ、かなり苦しいが大丈夫か？セミティスタイムで、しっかり、掘りに行き、2ライン消し。2ライン消しから、さあ、ちょっと、一ライン消し多いとこれ辛いぞ。一ライン消し多めなんでかなり苦しいところ。さあ、ティースピンダブルをしっかり操作当てられ、操作外されてテトリス送られる。おぉ !S ミノがずれてしまった。まあ、でも、ちょっと L ミノで下穴を埋めてる分、S ミノで今2ライン消しできたとしても、それを操作外されて、まあ即座にテトリス送られるので、どの道、かなり自利品でしたね。ずれていたけども、ずれてなかったとしても、おそらく刺さっていたでしょう。さあ、これは、下穴強い。直列がかなり強いんで、この直列をしっかり利用していきたいところ。そこに相手、Z ミノの置きミス。さあ、この直列に対し、置きミスをすると、テトリスから、さあ、これも火力どんどん送れる体勢だぞ。さあ、相手のゼータか。さあ、それを冷静に見て、おーえのおえテトリス送って刺さっていく。まあ、これは穴が強かったですね。しっかりまあ、穴を利用していったっていうのもいいけど、相手がちょっと相手のずれてしまったのかな。そこに、一回挙動が止まったのをしっかり察知して、順当に火力を送って刺していくと。さあ、DT 砲っぽい形で、相手がちょっとパフェなくぐだっているんで、連積み込みしましたね。さあ、そこに連の積み込みに対して、さらに相手が、S ミノの置きミスしてしまう。さあ、これは組み切ったぞ。相当強い。さあ、どこまで繋ぐかといったところだが、5連、6連、J ミノ、T ミノ、I ミノ、I ミノ、9連、10連、O ミノ、L ミノ、Z ミノまでかな。13連までですかね。非常に強いですね。まあ、パフェがなくて、ぐだってるところに、さらに、まあ、追い打ちを自らかけるかのように、S ミノの置きミスしてしまったので、連に対して置きミスはね、相当致命傷になってしまいましたので。さあ、こちらが今度はパフェ取るが、相手の直列が強い。さあ、これは逆にうまく利用されてしまうと、不利になってしまう、ティスピンダブル。さあ、総裁外していったが、相手の地形が強いぞ、これ。テトリス。さあ、こちらもしっかり、ジェイミノまで掘りに行くが、どうだ。相手は掘り連で、アイミノ、ゼ、エルミノ、ジェイミノじゃない、エルミノ、エスミノ、ゼットミノまでか。
いい掘り連でしたね。しっかり、こちらがまあ地形辛いの判断して、掘り連ができるだけ繋がるルートを見た感じですね。今の判断は非常に、まあ穴をしっかり利用されましたね、結果的には。サーティスインダーブルから、DT4 打ってて、これも、まぁちょっと、相手がグラってそうだったんで、若干レンチックにしましたね。妥協気味だけど、レンチック。さあ、どうだ。エルミの、あ、ノンファイ！TSD から、総裁外し、で、T スピンダーブル。まぁこれは有利なんでね、しっかりとした総裁外し。デトリスから、T スピンシングル。で、ここ、T スピンシングルにすることによって、こういう風に先読みの T スピンダーブルになります。今の S ミの先読みですね。さあ、しっかり、テトリス、どん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 火力を送っていく。相手も、テトリスを打って、まだまだ掘れそうなんで大丈夫そうですね。さあ、こっからの立ち回り次第。しっかり、平積みで、操作を外す構えだったが、まあ、相手から火力が来ていないので、こちらから火力を送りました。結構、ああいう地形に余裕がある場面は、積極的に操作を外していいので、相手が火力、まあ、来るなと思った場合は、どん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 操作を外していきましょう。まあ当たり前だけどね、地形が辛いと見たら、総裁を当てずに、じゃない、外さずに総裁を当てましょう。さあ、T スピンダブルから T スピンダブルで、相手も T スピンダブルで地形が低めなんで、しっかりとした総裁外し、さあ、積み込みに切り替えていき、欄干ですね。欄干で T スピンシングルから ESD テトリスの地形、さあ、どうだこれは。相手も T スピンダブルで総裁当てて、アイミノのキミスが痛い。アイミノから結構今、ホリレン繋がりそうかなと思ったけど、ちょっとミスが痛いですね。だがしかし、しっかり掘り目を見て、エルミの Z ミノまで、Z ミノまで掘っていく。さあ、間に合うか、これ。あー、間に合わなかった。アイミノが間に合うか間に合わないかっていう、まあ、かなりね、瀬戸際、間に合うか間に合わないかっていう瀬戸康史さんだったけども、ちょっと間に合わずに、刺さっていきましたね。まあ、こちら側としては、しっかり置きミスを咎めたといった感じでしょうか。まあ、悪くないですね。やっぱり相手が置きミスしてても、刺し切れなきゃあんまり意味がないので、しっかり置きミスを咎めるのは重要であります。さあ、これもセット取って、今は、12対2ですかね。もう一つ見ていきましょう。かなりいい感じだ。さあ、この相撲も、DT4 じゃないかな。DT4 ですね。DT4 に対し、相手も、まあ、いつも通りの、ちょっと変則的なパフェ済みでパフェ取れる。さあ、こちら DT パフェの構え。DT パフェの構えだけど、もちろん、ラインが来ている分、パフェが取れず。一応パフェは取れる、パターンの形ではありましたね。さあ、ちょっとエルミノミスったか。エルミノが斬新に真ん中に置かれてしまって、致命判定になってしまった。さあ、完全に致命的な暴発というか、置きミスでしたね。さあ、T スピンダブルで。T スピンダブルから STSD。まあ、これね、このテンプレ結構使ってる人はあまり見ないんだけど、純粋に強いですね。開幕 T スピンダブルからの STSD は普通に強いです。さあ、しっかり掘ってって、Z ミノまで、相手もテトリスでしっかり操作やってて、下穴が強いので、これはまあ、全然問題なさそうです。さあ、J ミノで3ライン消し、から2ライン消し、さあ、こちらも穴がいいぞ。しっかり穴がいいんで、テトリス。それをしっかり操作外して、テトリス送られる。さあ、どうだ、これ。まあ、下穴がまだ直列できているので、不利ではないですね。テトリスから、テトリスを操作して、テトリスを送られるが、こちら T スピンダブルでさらに返していく。さあ、TSD、テトリスの地形で、5ライン分なんで TSD、テトリスの地形。さあ、しっかり掘れるを見ていきたいところだが、テトリスから、アイミの、J ミの、L ミの、S ミの、T ミのまでか。T ミのまで。さあ、これは、ここの掘り連で有利になりましたね。テトリスを送る。で、さらに欄干で、T スピンダブルからテトリス。で、ホリレンで、S ミの、L ミの、T ミの前かな。T ミの前のホリレンのルート。それに対して相手は、I ミのまでは繋ぎずに、一回積んどいて、受けの広い形を整えてからテトリスを送りましたね。それで、バボタイ！おっと、L ミのミスってしまった。L ミのミスったが、Z ミの回転入れ。穴バラ的には、結構お互い穴バラが来ているんで、火力をゴリゴリに送った方が有利になる立ち回りですかね、これは。有利になる展開ですかね。さあ、しかし、お互いちょっと火力をあまり出せてなさそうな感じで、ちょっとドロー試合化していますね、これ。さあ、T スピンダブルからテトリスで、相手もテトリスでしっかり操作間に合う。さあ、地形的にはこれは有利ですね。有利だが、相手が、アイミの、
歩みはすぐに打たずにいいですね。しっかり積んどいて、こう、打っていくのは重要な技術。さあ、しかし、ちょっと、地形が、どの道苦しかったんで、しっかりハンバーグで刺しに行きましたね。シングルダイスアタック！さらに、こちら、どん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 ハンバーグ耐性なんで、もう火力が増し増しですね。ハンバーグからの、テトリス。もう、ね、究極に遅れる形だったんで、盤石な耐性だった。さあ、これ一回削ってて、ダボリスキまで。ダボリスキまで送って、一回地形を整えてから総裁外してティスピンダブル。さあ、相手は4連までの、5連までか。5連までのホリデン乗るとティスピントリプル。さあ、総裁外しから TST で。こちらは総裁外しからティスピンダブル。さて、どうだ、これは。まあ、5分ぐらいかな。今、ちょっと火力来て不利になったかなと思ったけど、直列で来ているので、そこまで不利じゃない。さあ、相手ダブルだが、It's alright! T スピンダブルから、これは掘れますね。しっかり歩みのまで掘れる。L ミノ、Z ミノ、S ミノ、歩みのまで、Z ミノまで繋げるか。Z ミノまで繋げて、これは断然有利。さあ、ダブルダガーで、しっかり、まとめ打ち体制ですね。できるだけ単発で送ってしまうと、相手に今テトリスで総裁当てられて、自由にさせられてしまうので。さあ、しっかり、掘れるも総裁外しで、ダブルダガー再び、で、J ミノ、O ミノ、L ミノ、S ミノ、I ミノ、L ミノまで繋がりますかね、この連のルート。まあ、やっぱり、ね、しっかり積み込むの重要ですね、ああいうの。T スピン W を即座に打ってしまうと、テトリスで、相手に、ね、冷静に総裁当てられてしまうんで、積み込んでおいて、2発分の火力を用意しながら、相手の攻撃が来たら、総裁外しの構えも整えつつ、2発分の攻撃が、構えられたんで、ティスピンダブルを送って相手がテトリスで総裁を当てるものの、もう一回分のティスピンダブルの攻撃が刺さっていくと。その後の立ち回りも同じでしたね。しっかり積み込んで、再びダブルダガーで冷静に刺しに行った。その後のホリエンもかなり繋がったんで、ダブルダガーで刺さらなかったとしても、ホリエンで刺し切れていましたね。まあ、ああいうこの冷静なね、刺し切る立ち回りはめちゃくちゃ重要になるんで、冷静さ重要です。ただ単にもう火力でもう送ってればいいというわけではないんでね。ああいう立ち回りをぜひ参考にしてください。というわけで、最終スコアが今ストレートで取ったんで15対2でしたね。PC 版ぷよぷよテトリスのテトリス A 級リーグ。今んとこ全勝。これ6回戦目だけど、まあ、今回のスコアはかなり離しましたね。15対2。というわけで、もう全勝突っ走っているんでね。このまま、あと2戦だったかな。バーサスカズくん戦とバーサスアジャンバ戦があと2戦残っているので、しっかりそれも勝っていこうかなと思います。はい、じゃあ皆さん今日もご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。